ゼルダの中で弓矢っていうのを使えるんですよ。で矢は一本打つごとになくなっちゃって、外れたらそれを拾ってくるとかいろんなことをするんですけども、この矢がですね、物理計算されてるんですね。どういうことかっていうと、ちゃんと遠くのものは放物線に沿っていくし、風が吹いたらその風の影響で矢の軌道がやや反れたりするんですよ。で、これね、ずるいっていうかですね、ニンテンドにしかできないんですよ。ニンテンドだけが、 ああいうなんかアクションゲームとかですね、リアルタイム RPG の他にテニスゲームとかゴルフゲームとかピンポンゲームとかスポーツゲームやってるじゃないですか。そこら辺あたりのエンジンを全部入れ込んでるんですよね。だから、ゼルダって総合ゲームなんですよ。で、その、他のゲームで面白かったものっていうのをどんどん入れちゃってるから、あの、ただ単に、えっ、ー、とね、アクションゲームやってるところだけのところとかがですね、 できないんですよ。あのゼルダのプログラムのサイズのポリゴンのゲームの中に物理計算を入れたものをうまく入れたものって少なくとも僕はなんだろう。あ、あそこまでうまくやってるものを見たことない。それらが全て生理的につながってるんですよ。だからもちろんそれは厳密にやってるわけじゃないんですよ。またこれが誤魔化し方がうまいんですよ。こんなもんですね。風が吹いてて矢を飛ばして、で、それの影響が向かい風があってやってると無限に難しくなるんですけども、 このゼルダの世界っていうのをリアリティがあるんですよという感じの部分だけやってるので、ゼルダの中で矢を打っても現実そのものの物理計算じゃないんですよ。ただやってる感だけが凄まじくあると。このあたりのその一つのゲームを作るときに他のゲームで作った資産っていうのを総合的に集めてくるこの感覚が、まあめちゃくちゃうまいんですよね。 えー、あ、メタルギア、メタルギアね。メタルギアは逆なんですよ。メタルギアはメタルギアをやるためにいろいろやってるからですね。逆の意味で、なんだろうな。俺あれは遊び感があるとあんま思ってないですよ。リアリティの方向に行っちゃって、ゼルダみたいに遊び感を高めていてリアリティにあるっていうのと、なんかちょっとね、逆の方向だと思うんですよ。所詮、なんだろうな。ゼルダってゲームなんですよ。 で、メタルギアソリッドってどちらかっていうと、リアルをいかにゲームっぽく楽しむのかっていう世界にあの小島さんのですね、変な感性があると思うんですけど、まあ、あの、同じ大学の後輩なのであまりあれこれ言いませんけどですね。<laughs>